花巻東高の大谷翔平投手が、同校で大リーグのレッドソックスと面談した。米3球団と面談したアワンは進路について、日本か米国かまだ迷っていると話した。プロ野球ドラフト会議まで約2週間。何様やろなぁ。ええんかな。野球を浅いところで舐めてる。絶対通用しないだろ、メジャー舐めてんのか。一生迷ってろ。あまりおすすめしたくないなわいは。調子乗りすぎやろ、絶対藤浪の方が成功するわ。こんな奴日本でも通用戦は、藤浪の方が圧倒的に上。しかもこいつ二刀流、でアメリカ行くつもりらしい。やっちゃーや。二刀流提案したのは日ハムで、大谷はそんな気みじんもなかったやろ。ガッペが提案してたんよね。こいつバッターとしても結構ええで、メジャーでホームラン王争いできるくらいのバッティング力ある。んなわけあるかい。松井でも中距離砲になるメジャーで、日本人がホームラン王争いできるんけないやろ。花巻はめんどくさいのが続くな、監督がガンやね。わい未来人やけど、10年そこらでメジャーで二刀流 MVP 取るで。漫画でもそんなくせえこと言わねえよ。すぐダメになりそう、自分を過信しすぎやわ。マイナーで終わるやろな。即メジャー行って成功したやつはいない。何が二刀流だよ、野球舐めてんだろ。栗山が分からせに行ったらしい。お前ら、高校生に言いたい放題やな。ちょっとくらい、時間くれてやってもええやろ。今後一生の問題やぞ。実際通用せんかったやろな。通用するわけないやろ。ピッチャーとしては藤浪の方が上やろ。野手としても、甲子園でホームラン打ってる藤浪の方が上。160投げられるだけじゃ通用せんからな。初戦地方大会でやられるレベルやし、完成度高い藤浪の方がええわ。でも MLB 直接行ってたら、ガッペには出会わなかったんだよね。